祭司がここにいるのは確かですが、返事は聞こえませんね。死は一度死んだ身、あなたに救われたから今週の今をこの目で見届けてきました。だからその思いはあなただけのものではない。今週は世の生まれ育った故郷、それが危機に瀕した時世にできるのはこの命に代えても大事な全てを守り抜くこと。命を無意にする、その決断の重みを理解しているのか。あなたの考えはごもっともです。それでも世があなたの予言にのっとり、自ら戦いを挑んで二次共鳴を、時間の流れを正す大役を果たそうとしたら、あなたは答えてくれますか。我の秘宝を引き継ぐ、その自信はどこにある。汝は我の共鳴者ではあるが、我の力には遠く及ばない。戦いとなれば無事で済む可能性など微塵もない。いいえ、可能性ならあります。魂が消えようと、霊業の深紅に囚われようと、たやすく死ぬつもりはありません。能力の引き継ぎは一瞬で行われる。ならば世の息がある限り、あなたの予言にない未来をつかみ取り、あなたと今週を守ることができるはずです。この世であなたと剣を交える役はあなたの共鳴者以外に務まりません。世こそがあなたが今週という番に打った最後の一手です。我と戦い、ボンのその身を捧げようというのか。覚悟はできています。いいだろう、婚礼よ、婚姻、上昇山の頂へと向かえ。その力を持って勝利をつかみ取ってみせよ。御者よ、こたびはいかなる選択をなすのか。
潮の行き先は分からずとも、この一戦どうか見届けてくれ。祭りごとをなすのは徳を重んじるもの、覚えましたか？はい。祭りごとも他と同じです。民のためになるものこそ徳となります。兵員の任につく者には名が与えられる。これからは本使と名乗るがいい。この世は汝の目にどう映る？暗くて明るい。この場所と同じです。でも目に入る全てが黒くても、ろうそくは光を放っている。火を灯すはたやすいことではない。はい。だからこそこの暗闇の中で一層明るく見えるのだと思います。
運命を覆すには遠く及ばない。最後の切れ、今なら引き返すことを許そう。一度決めた以上、よ、決して引きません。火を灯すのはたやすいことでは。それは確かにその通りです。でも、世が示します。揺らめく灯火でも、空を照らすことはできると。御社よ、その権限を持って時の秘宝を今世に渡すことを許可してほしい。交流のために平和に身を捧げるか。残りのもあげたからね。選択、確かに心得た。輝かしい未来である。しい器であること確かに見させてもらった。約束通り今週の未来を何時に民に返そう。御社よ、一度高知へ戻り友人との再会を楽しむといい。この上昇山から結界は消えた。高知もまた新たな未来を迎えるだろう。